この時間はゲストを迎えしております。本日東証マザーズに新規上場となりました証券コード1435インベスターズクラウド代表取締役の古木大作さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。先ほど初音がつくまずっと会議会でしたんですけどね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。公募価格1870円に対しまして、はい、初音3615円、まあ、大変なこの市場の期待というものが込められているように感じました。はい、早速ですが、この古木社長から、御社インベスターズクラウドの事業の概要について、はい、ご説明いただけますでしょうか。はい、じゃあよろしくお願いします。まずですね、弊社このアパート系プラットフォームタテルの開発運用をしております。はい、でこのタテルの特徴としましては、まあ、通常アパート経営というのはですね、土地を持っている方がアパート経営すると思うんですけれども、これはですね、土地を持っていない方に土地をご紹介してアパートを建てていただいてアパート経営をするというようなモデルになっています。でまずですね、どういう流れになっていますかって言いますと、このアプリや、まあ、サイトからですね、月間800名ほどアパート経営をしたいなっていう方からお問い合わせが来るんですね。はい、でそして、ほとんどがですね、今6割ぐらいがアプリなんですけれども、アプリをダウンロードしていただくと営業マンを選ぶことができます。ご自分の好きな、はい、で営業マンを選んでもらって、その営業マンを選んで、それからアパート経営の相談をすると、例えば自己資金ってどのぐらいかかるのとか、今どういうところに物件があるのとか、でそれらのチャットをベースにしまして、いろいろ会話をしてですね、この下のところに流れがありますように、まあ、1番目に、まあ、土地を選んでいただいて、はい、で2番目に建物を建てていただいて、そして3番目にアパート経営すると、これを全部オンライン上でですね、できるようにしているのがこの建てるのモデルでございます。はい、アパートを建てるというのは、はい、なんとなくこう、まあ、土地のオーナーさんが、はいはい、まあ、この融資運用とかですね、はい、そういうものという概念、イメージ、固定観念があったんですが、はい、全く違うものですね。そういうものではなくてですね、もう土地を持っていない、まあ、およそ年収1000万前後の会社員の方がですね、土地を取得して、そしてアパートを建てて資産形成をするというようなモデルになってます。とても新しい事業ということになりますね。はいはい、これは全くゼロからこういう仕組みを編み出した、はい、考え出したということになりますか。これはですね、実はですね、我々の非常に転機がリーマンショックになってまして、はい、実は土地と建物をセットにして販売するという、まあ、いわゆる一棟アパートですね、一棟アパートの販売というモデルは昔からあるんですよ。はい、で我々も最初はですね、土地と建物をまあ仕入れて、でインターネットでお客様を集客をして、まあ、販売していくというモデルだったんですけれども、まあ、ちょっとリーマンショックでですね、非常に在庫が多くて借り入れが多かったものですから、すごいちょっと経営難に陥りまして、もう世界的に厳しい状況ですからね。そうなんですよ。でそこで、まあ、この在庫、このビジネスモデルの在庫リスクがすごいんだなということを痛感しまして、まあ、それであればもう土地をですね、直接もうお客様に買っていただいて、しかもその土地が非公開のほとんどの土地ですから、結構安い土地なんですね。土地をお客様に買っていただいて、そして建物の受注を受けるという在庫なしのプラットフォームを作った形になります。はい、不動産会社が在庫を持たないというビジネスモデルに変えていったんですね。はい、そうですね。なるほど。この続きで御社のでは事業上の強みという特徴にもなるんですが、はい、教えていただけますか。はい、まずですね、弊社はまずこの建てるというのが5つのクラウドシステムで出来上がってます。そこをちょっとまずご説明したいんですけれども、はい、まずインターネットでですね、お客様を集客してくる、これがデータマネジメントプラットフォーム DNP を使ってます。この一番上の雲、はい、雲のマーク の DNP というやつ、はい、これで月間800名ほどのお客様を集客してきます。でそれからですね、今度はですね、アパート用地になる土地をですね、全国の不動産会社様からも集めてきて、それをこの左手の雲のエステートという、これ緑色ですね、はいはい、この中で土地情報を管理してます。それから今度はセールスというその右側のこのところでお客様の顧客状況を管理しています。でこのエステートとセールスを使ってまず土地をマッチングします。土地をお客様にご紹介して買っていただきます。でここまではですね、弊社あまり収益は発生しません。ただですね、この土地をその仲介するときに建築条件付きにしてますから、その後建物の受注をするんですね。はい、でそれがこのアーキテクスというシステムで受注施工管理をしてまして、で定型工務店に発注をして、下請け工務店に発注をして、この赤い雲のアーキテクス、はい、ですからここが1番目の収益モデルですね。弊社の建物の受注をすると、それから2番目の収益がこの建物が完成した後の賃貸管理ですね。これはプロパティというところでやっています。はい、
このクラウドシステムを作る、はい、というところに御社は力を入れてるんですか。そうですね、弊社は社内にですね、10名 のシステムエンジニアがいまして、こちらのエンジニアが開発をして、そして社内で運用してという形で、この5つのクラウドのシステムで土地をマッチングしてアパートを建てるというのをやってる形になります。はい、そうすると御社は不動産会社というよりも、はい、不動産を介在する、はい、IT 企業のようですね。そうなんですよ、はいはい、まあ、今流行りのこう不動産テックという言葉とかありますけれども、不動産ビジネスを行っているんですけど、実態としては IT 企業であるというふうに私どもは認識しています。なるほど、はい。そして御社の強みというところについていきますが、はい、まずじゃあこちらですね、はい、強みが3つございまして、1つ目がですね、やはり集客の部分、クラウド DNP ですね、はい、社内専属のデジタルマーケッターがおりまして、デジタルマーケッターがですね、アドテクによって広告を展開しています。で、月間800名以上のオーナー様からお問い合わせが来ると。で、この800名以上というのもですね、単にメールアドレスだけを取得するとかではなくてですね、お客様のお名前、そして住所、ご年齢、それからお勤め先や年収や借り入れ、あと自己資金など、アパート経営に必要な属性情報を全部入力していただいて、お問い合わせするのがしていただくのが800名ですから、非常にアパート経営にご興味を持っている方が月間800名お問い合わせをしてきている形になります。毎月毎月新規で800名ってこと。そうなんですよ、新規で800名お問い合わせできます。はい、まずこれが強みの1番目。強みの1番目ですね、はい。で、続いて強みのこれが2番目、はいになります。はい、こちらが2番目ですね、はい。従来はですね、上の図のように土地っていうのは二次流通モデルだったんですね。二次流通、はい、二次流通モデル、非公開の土地物件をですね、不動産デベロッパーが土地を買いまして、でそれを、ユーザーに転売をするというモデルだったんですけど、我々はですね、この非公開物件を直接お客様が買えるという、まず土地の部分が一次流通化モデルになってます。なるほど。で、これでですね、ユーザーとしましては、まず土地の中間マージンがいらないよと、あとそれから二重課税の問題ですね。不動産会社が一度土地を買いますと、そこで不動産取得税とか、あと登録免許税とか払うんですよ。で、お客様がまた取得をすると不動産取得税、登録免許税払うんですけど、この二重課税分も、お客様にとっては負担軽減になっているということがございます。それからあと土地をご紹介してくれる不動産会社様は仲介手数料をもらうことができますし、当社のメリットとしては土地の在庫を持たない財務リスクが低いというところになります、はい。で、今期がですね、おおよそ約200億円の売上なんですね、はい。従来の在庫型モデルですと売上の半分ぐらいですね、100億円ぐらい土地と建物の在庫があって、でそして100億円ぐらいの借り入れがあるっていうようなモデルだったんですけど、弊社現時点ですね、10億しか在庫がなくてですね、無借金ということになってますから、ここが非常に強みでございます。これで200億に、はい、行ってしまうと、はい、非常にこれは新しいビジネスということになりますね、はい、そして3番目の強みということになります、はいはい。3つ目としましては、我々アドテクを使ってですね、インターネットで集客をしているんですけれども、そもそもアパートオーナー様がネットユーザーであるというところなんですね。職業別としましては、会社員公務員の方が 87% で、年代としては20代から40代の方が 78%、ネットユーザーの方がアパートオーナーになっているということで、我々のネット集客が非常に活かせているということになります。本当にそうしますと、不動産ビジネスをやっている IT 企業というのは、この数字からも伺いますね。御社の業績面に関してお話を伺いたいんですが、こちらですね、はい。ですね、今期がですね、売上が199億で、経常利益が14億2930万ということでございます。で、私どもですね、今後の展開としてはですね、このプラットフォームがありますから、我々あまり社員を増やさなくてもですね、売上や利益を増やすことができますから、現在経常利益率が 7.2% の見込みですけど、これはですね、今後上がっていく見込みでございます。折れ線グラフの、はいはい、上がっていく見込みでございます。なるほど、はい。それから次のページがですね、はい、こちらの現預金と借り入れ社債の推移なんですけれども、資産の方ですね、はい、資産を今年の第3クォーターでですね、現預金が21億で、借り入れがゼロということで無借金になっていると、はい、形になります。不動産ビジネスを無借金で行うというのは、あまり例がないですね、はいはい。今後の事業展開という点に関してはいかがでしょうか。はい、まずはですね、このアパート経営の建てる事業、これまだまだ伸びます。我々ですね、まだこのアパートのシェアの中でまだ 1% ぐらいなんです、シェア率が。ですからこれを 1%、2%、3% と上げていけば、今は200億がこう400、600と上がっていきますから、まずはこの建てる事業を強めていきたいなというふうに思います、うん。それからですね、
現在ですね、我々この IoT の企業と業務提携をしておりまして、はい、こういうスマートアパートメントの仕組みを作ったりとかですね、あとそれからアパートだけではなくですね、実はリノベーションも似たようなモデルがございまして、うん、今リノベーションもですね、中古のマンションを不動産会社が買って、はい、そしてリノベーションして、まあ、在庫として抱えて販売してますけど、そうですね、これも我々のですね、5つのクラウドを使って中古マンションを直接ユーザーに買っていただいて、そして、リノベーションを受注を受けるという形であれば同じ在庫なしモデルができますから、うん、こういった横展開も検討しております。なるほど、はい。スマートアパートメント、はい、IoT インターネットオブシングス、はい、アパートにがインターネットと結びついていくと、はい、またこれもにわかには想像つかないんですが、はい、新しい姿がそこに見えてきますね、はいはい。ではこの古木社長からカメラの向こう側にいらっしゃいます、はい、この視聴者皆様、投資家皆様にぜひメッセージをお願いします。はい、弊社としましてはですね、従来の不動産ビジネスですと、まあ、売上を上げていくとですね、それと同時にまあ在庫も増えていってですね、まあ、借り入れも増えていくと、そして今度は金融危機が起こるとですね、在庫リスクがあるというようなモデルがございましたけれども、弊社リーマンショックを機にですね、この在庫なしのプラットフォームを築き上げています。ですから今後我々としては、まあ、時価総額1000億円ぐらいまでをですね、どんどんこうトップライン伸ばしていくんですけれども、まあ、今と一緒で在庫もほとんど抱えませんし、かつプラットフォームがありますから、経常利益率も上がっていきますし、で私どもとしましては今後利益成長をさせてですね、株価形成をですねしていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。そして株式投資にも興味がある若い世代の方々が、はい、まあ、顧客となるというところも強みで出してるんじゃないでしょうかね。はい、はいはい、ということ今後ますます期待したいと思います。はい、ありがとうございました。ということでこの時間のゲストは東証マザーズ証券コード1435インベスターズクラウド代表取締役の古木大作さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。